森安はじめ監督率いる日本代表は、9月の欧州遠征でドイツ代表に4対1、トルコ代表に4対2で解消した。昨年のカタールワールドカップ、W 杯に続きドイツに2連勝を飾るなど、日本の戦いぶりに世界が注目する中、韓国メディアは、サッカーだけは韓国の方が強かったという自尊心が崩れている、と嘆いている。画像、韓国 MF。 日本代表 DF が顔面流血のラフプレー、国民が激怒。マナーすらない。日本は現地時間9月9日。日本時間10日。ニボルフスブルクでカタールワールドカップ。W 杯で勝利2。2 1下ドイツと再戦。MF 伊藤淳也が幸先よく先制ゴールをダッシュすると、一度は同点に追いつかれるも、FW ウェダー痩せ。FW 浅野拓馬、ま。MF 田中青に得点が生まれ。 4-1で快勝を飾ったまた9月12日にはベルギーの変クへ移動してトルコ代表と対戦。MF 伊藤敦樹の得点で先制すると MF 中村圭人が2ゴール途中出場の MF 伊藤淳也も PK で追加点を奪い4 2で勝利した。森保監督が続投した日本はカタール W 杯後に4勝1分1敗なのに対し。 ユルゲン・クリンスマン監督率いる韓国は6戦目でようやく初勝利を挙げるなど1勝3分2敗と結果に差が出ている状況。韓国のインターネット経済新聞、デイリー・インパクトは、サッカーから読み取る韓国と日本、と見出しを打ち、日韓のライバル関係について考察している。ワールドカップで優勝したとしても、日本に負けたら無意味だ、という言葉がある。 韓国は韓日戦で必ず勝たなければならない。植民地時代の屈辱とコンプレックスが敗北を許さない。しかし、残念ながら陸上、水泳、球技などスポーツ全体において、日本が一枚上だ。五輪の成績がこれを物語っている。ただし、我々が一番好きなスポーツであるサッカーだけは韓国の方が強かった。 韓日戦の通算成績も42勝23分16敗で韓国が優勢だった。サッカーは我々の自尊心だった。韓国は過去2年、2021年3月に行われた A 代表、22年6月の U16 代表、U23 代表、7月の E1 選手権、A 代表、23年7月の U17 アジアカップ決勝といずれも0対3の乾杯。 以降、たびたび日韓代表の格差が取り上げられてきた。記事でも、この自尊心が崩れている、と指摘している。日本は9月9日、W 杯優勝4回を誇るドイツに親善試合で4 1と対象したた。日本の直近の戦績は4勝1分1敗、それに対して韓国は1勝3分2敗だ。韓国の W 杯ベスト4の神話は昔話だ。 日本はアジア初となる W 杯2大会連続ベスト16入りを果たした。韓国もカタール W 杯でベスト16まで進んだが、日本は安定したベスト16であり、韓国はベスト16にチャレンジするレベルだ。FIFA ランキングも韓国は28位、日本は20位だ。直近の韓日戦も2試合連続で0対3だ。年代別代表を含めると5試合連続で03。 2011年以降は2勝1分4敗と日本に劣勢だ。日本が緻密に長期計画を立ててサッカーを成長させてきた結果だ。A 代表は2024年にアジアカップを控える中で、韓国と日本はどのようなチーム作りを進めていくだろうか。